山川勝馬。正面に礼、下に礼、舞台スピード。さあ、長澤と山川の一戦です。両者激しく打ち合っています。はい、2人とも突きの打ち合いが得意な選手ですので、まあ、こういった激しい打ち合いになると思います。かなりスピーディー、両者が技を繰り出していきます。はい、下段そして突き、まあ、山川選手は突きから下段のコンビネーションが非常に優れてますので、長澤選手は相手の正面に立たずにですね、ちょっとずつずらしながら、ね、自分の攻撃を当てていきたいところです。この立ち位置はどうですか、長澤は。はい、長澤選手もああいった組手スタイルですので、組手スタイルはあれでいいんですけども、やはり正面に立ってはいけません。はい、はい、まあ、今うまく横にずれながら攻撃をしてますね。はい、さあ、フットワークを使う長澤、間合いを詰めようという山川。ここも突きの応酬、下段も使う、膝も使う。あっと、顔面オーダー、長澤の突きが顔面に入りました。長澤に注意1です。さあ、また激しく打ち合います。両者は突きの応酬。ここまでの形勢はどうですか、両者。はい、長澤選手とてもいいと思います。はいはい、どのあたりでいいですか。そうですね、打ち負けてないですね。体格差をものともせず、まあ、うまくポジションをずらしながら、しっかり果敢に打ち合ってますし、このままいけば長澤選手のペースになるかなとは思います。さあ、ここも長澤が技を出しながら、そしてステップでかわしながらという戦いです。逆に山川はどうしていきたいですか。山川はやはりちょっと距離が詰まりすぎないような気がします。さあ、ここも両者の突き合い、そして下段の切り合いです。山川、またしても顔面に入りました。長澤注意2です。もう一つ注意を取られると減点1ということになってしまいます。はい、さあ、この両者が打ち合う。山川、下段を出していく。これはちょっとあれですかね、山川にとっては近すぎですか。そうですね、しかしちょっと長澤選手も疲れてきたようなところが見えます。はい、ちょっと失速してきました。序盤に比べるとペースダウンをしています。はい、さあ、で、山川が行く。山川選手はちょっと出てますね。山川の突き、そして膝蹴り、下がる長澤、ちょっと正面で受けてますかね。はい、少し間合いを開けて、まあ、足蹴り、後ろ回し蹴り、やはり重量級と打ち合うには体力を使いますから、ちょっと最後は失速しましたね。さあ、ここで終了しました。判定はどうか。道具を止めて、正面を見て、判定を止めます。点赤 HM3 引き分け1、足赤、正面に来、判定赤です。山川が勝利をしました。山川が長澤を下しています。